<laughs> あーさっぱりした。<laughs> <っ>て、なになに部屋の隅っこに、うずくまって座ってる人いる。<laughs> ほら、髪の毛もまだ乾かしてないみたいだし。こっち来て、乾かそうよ。 僕がやってあげる。<laughs> いやいや、大丈夫って言うけど、全然大丈夫じゃない気がする。じゃあ、よいしょと。お隣、失礼しまーす。 あれちょっと体ガチガチに固まってるね肩でも問んあ,あ大丈夫本当うんじゃあとりあえず顔見せて。 恥ずかしいでもお願い <laughs> へへへへお風呂上がりはコンタクトじゃなくて眼鏡なんだなんか新鮮 メガネもすっごいかわいい。ドキドキしちゃうな。ねえ、もっとよく見せて。あ、あ、ごめん。顔近かったいや、どんどん下向いて、顔真っ赤になってるし。 <laughs> かわいい <laughs> 初めてのお泊りだしいつもと違うから緊張しちゃうよね僕も同じ。 すっごい緊張してるよそうだな <laughs> 来て僕の膝の上 <laughs> いつまでも恥ずかしがってないでさほら <laughs> よいしょっと。 <laughs> はいだっこね今日はそういう覚悟で来たんだよねだから緊張してるんでしょ <laughs> そうだ僕のことをギューってしてうんぎゅーッーうんもっとしっかり体くっつけて。 ギューってあ <laughs> 心臓バクバクしてんのわかる僕もねめっちゃ緊張してる <laughs> メガネ外そっかいいメガネの君も可愛いけどやっぱり邪魔だね 眼鏡こっち向いてああ <laughs> ごめん急すぎた <laughs> ねえ手で顔隠さないでほら手どけて。 嫌 <laughs> <や>だ <laughs> 年上なのにこんなに恥ずかしがっちゃうんだ <laughs> うーんなんか意地悪したくなる。 耳、熱いよ <laughs> 体カチンコチンうーんそうだなあ,あじゃあさ君ってどのくらい目悪いの この距離で僕の顔見えるおぼんやりそっかじゃあこのくらいは今どんな顔してるかわかるうんまだ見えない感じ じゃあ、このくらい <laughs> もう君のまつげが僕の顔に当たりそうあまた手で隠すはい手貸して。 つないどこ両方ともこうして指絡めて恋人つなぎにして君からもギュッてしてギューッ うん、これで顔を隠せなくなったねあほらこんなに顔近づけても <laughs> 今キスすると思ったでしょ とっさに横向いちゃったもんねあほっぺにまつげついてるじっとしてんああ僕は取ってあげるからじっとしてってほら動かないで <laughs> 待てないこんなに可愛い子を抱っこしてて正常で入れれるわけないじゃんお風呂上がりのほてった顔で。 僕と同じ匂いがしてて初めて見る君がいっぱいでさ好きが止まらないほんと 大好好ききだよ大好きもっと僕のことを受け入れてよなんか拒否されてるみたいで悲しい。 そしたらさ君からしてくれる <laughs> 僕より年上だもんできるよね <laughs> 5秒数えるからそれまでにできなかったらいじめちゃう。 54321ああできなかったいじめてほしいってことでいいよねじゃあ ちゃんとと僕のいいこと聞いて顔真っ赤で目うるうる君が可愛すぎるから僕おかしくなっちゃったんだよ君のせいだから。 イイチャイチャャ女性向けシチュエーションボイスでしたどうだったでしょうか今日はえっとねサムネイル自分のサムネイルにしてみましたちょっとねあのイケメンではないのであの雰囲気だけちょっとモザイクにモザイクかけてちょっとなんかアイドル風にヘアセットをしてみましたちょっとあの雰囲気だけなんですけどお許しください えーっと、自分が作詞推と申します。ヤンデレ女性向け BL 生理痛看病のシチュエーションボイスを投稿しています。自分の声の需要を探しあのいろんな作品を投稿しています。もしこの動画いいねって思ってくれるのであればチャンネル登録グッドボタンあとコメントあれば感想をお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。 今日も一日お疲れ様ですそれでは作成でしたまたね